むさかり。俺は今は大きなデザイン事務所に勤めてるんだけど、専門学校を出てしばらくは学校から勧められた冠婚葬祭会社で写真加工のバイトをしていた。葬式の場合は遺影用としてスナップから顔をスキャンしてスーツ姿にしたり、結婚写真の場合は全体的な修正などの仕事が多かった。あとは写真に関係ない細々した雑用。ある20代の若い男性の葬儀で、アルバムから遺影用の写真を選ぶのに自分も加わったけど、その後で60代と思われるご両親から呼び止められて奇妙な依頼をされた。それは孤人となった息子の結婚写真を作ってほしいという話で、未婚のまま病気で亡くなった息子が不憫でならない、なんとか空ごとでも結婚式を挙げた写真を残したいが、そういうことはできるものかと尋ねられたんだ。まあできるかどうかは素材の画像が揃ってるかどうかで決まるんだけど、会社で正規に請け負う仕事とは違うんで、その場での即答は避け、正社員の先輩に相談した。先輩は、それはむさかりだろう、と言って続けた。東北の方では結婚前に亡くなった男性には、架空の結婚式を挙げた絵を描いて自社に納める風習があって、それをむさかりという。おそらくそうしたことをしたいんだろうね。もうすっかり廃れたと思ったが、まだあるとこにはあるんだね。いや、会社としては引き受けられないよ、そんなの。ただ、お前が個人として依頼を受けるのは感知しない。ま、やめといた方がいいと思うけどね。まとめるとこういう話だったが、俺は、いかにも心苦しいというように頼みを切り出してきた父親の姿や、葬式中ずっと泣き続けていた母親の姿を思い出して、引き受けようと決めた。ご両親と話を進めていき、個人の新郎は成人式に紋付き袴で写した写真があるとのことで、それを流用させてもらうことにし、ご両親には清掃していただいて新たに撮影することにした。金屏風の前に新郎新婦がいて、その両脇にご両親という構図を考えた。で、問題は新婦なんだ。俺としては、和服の花嫁姿はどっかから引っ張ってきた画像。顔はちょっと面倒だけど、目や鼻など顔のパーツ一つ一つをコラージュして、全体としてはこの世にいない女性像を作ろうと思ってた。ところがご両親は、ぜひともこの写真を使ってほしい、と一枚の紙焼きを出してくる。新婦の顔はどうしてもこの女性の顔にしてほしい、と言って必死の形相になっている。それをスキャンで取り込むのは簡単だけど、俺は先輩から言われた言葉を思い出した。ムサカリエマは言い伝えでは周りの参加者はいいけど、新郎新婦の顔をまだ生きている人にしちゃいけない。また生きている人の名前を入れてもいけない。それをやるとその書かれた人には冥界からのお迎えが来るんだ。バカバカしいと思うだろうが、東北の県のあたりにはそういう力を今でも表すことができる神社が残ってるというぜ。俺は恐る恐る、生きている人はまずいんじゃないですか？と聞いてみた。しかしご両親が言うには、その写真の方も亡くなっていて、生前は婚約関係にあったのだと。その女性が亡くなったのが原因で息子も病気になったようなもの。どちらも個人だし、あの世ですでに一緒になっているのだろうが、正式な式として地元に報告できれば嬉しい、と切々と述べ立てられ、俺は半信半疑ながらこれも承知してしまった。謝礼として10万円いただいた。写真は出来上がり、
最後の最後に息子さんの名前とご両親から聞いた女性の名前を同姓にして画像に入れ、絵馬にしやすいようパネルにして手渡した。自分として出来栄えは満足のいくものだった。ご両親は嬉しそうに、これを持って地元の県に帰ります。と言った。その帰省先が先輩の言っていた県だったので、ちょっとぎょっとしたけど、深くは考えないことにしていた。それから2週間ほどして、地方新聞に事故の記事が載った。被害者は即死で、なんと病院の前で救急車にはねられたということで、こちらの地域ではいろいろ問題になった。その病院は、これまで書いた息子さんのご遺体を搬送してきたところで、新聞に被害者の女性の写真は載らなかったが、名前は、俺が画像に入れたのと同じだった。金縛りの様子を撮ったビデオ。以前、一度だけどうにも奇妙な体験をしたことがある。金縛りというものは多くの人が経験してると思うが、あれは脳の錯覚で、本当は寝ているだけなのに、起きていると脳が勘違いをしてしまうために起こる現象なのだ、と一般的には言われていて、俺も全くそうだと思う。じゃあ、金縛りが起きた時、実際にその様子を他者的視点から見たらどう見えるのか。俺はそのことに興味が湧き、実際に自分の寝姿をビデオに撮ることにした。寝る前にカメラをセットし、寝てる間に金縛りにあったと思ったら、朝起きてビデオを確認するという段取りだが、そう都合よく金縛りに遭遇することもなく、初めてから2ヶ月くらいは空振りの日々が続いた。ある日の夜、ついにその時が訪れた。その日は特に疲れたということもなく、今日も空振りだなぁ、と特に期待せず眠りについたのだが、眠ってから感覚的に4時間後、自分の中では夜中の3時くらいに、金縛り直前特有の嫌な感覚が襲ってきて、直後に意識が覚醒したと思うと同時に体が硬直。ついに来たか、という興奮と冷静になろうとする感情が入り乱れる。今回の目的は金縛りになることもそうだが、この状態をいかに長く持続させるかが重要だ。長時間金縛り状態を保たないと、ビデオを見た時にどこがそれだったのかわからない可能性が高いからだ。俺はリラックスしすぎないように手や体を動かそうとしながら、やはり動かないなぁ、などと妙に冷静な状態を保つことができ、金縛りになってから5分くらいは経った感覚があった。この状態を保つのにも疲れてきて、もうそろそろいいだろう、ということで最後の仕上げにかかった。今回、金縛りに会うことの他に自分の中である計画があった。金縛り中に思いっきり叫んでみたらどうなるか、だ。金縛りの最中、思いっきり叫ぶその様子を外から見たらどう見えるのか。本当に叫んでいるのか、それとも叫んだと思っただけで実際には叫んでないのか。それが知りたかったので、俺は金縛りの最後に全身全霊を振り絞って、うおーと叫んでみた。確かに自分では叫べたと思った。叫んだと同時に力を使い果たし、意識が遠のいて、気がついたら朝になっていた。妙に体がだるい。あれだけ気力を振り絞ったのだから当然だとも言えるが、本当なら撮った映像をすぐにでも見たいところだが、とりあえず仕事に出かけ、帰ってきてからビデオを見ることにした。仕事から帰宅し、
いよいよ昨日撮ったビデオを見る。楽しみだが、まあおそらくただ自分が寝てる姿が映し出されているだけだろう。叫んだところがどう映ってるのかが気になるところだ。カメラを PC につなぎ、ファイルを確認する。ここでちょっと、おかしなことに気づいた。通常、保存された動画は、通し番号ドット拡張子となる。フォルダ内には数日前から消さずに取りためた動画ファイル数個と昨日撮った動画ファイルだけがあるはずだったが、フォルダ内にはこのようなめちゃめちゃな名前のファイルが30個くらいあった。拡張子もない。ダブルクリックしても当然開けない。ファイルサイズはそれぞれ 3KB から 550MB くらいまであったが、試しに動画と同じ拡張子をつけてダブルクリックしてみても再生されない。仕方なく、ちゃんと通し番号ドット拡張子となってるファイルを開くことにした。通し番号が一番新しいものが昨日撮った映像だろう。更新日時も今朝になっている。再生が始まり、部屋が映し出される。角度的には、ベッドで寝てる俺の足元の斜め上から俯瞰で撮っている形だ。画面の下が一番手前になり、俺の足側。画面の上が一番奥になり、俺の頭側、ということになる。しばらくは何事も起こらなさそうなので早送りをする。ここで、あれ?と思った。この動画の総時間が画面の右下に表示されているのだが、4時間ちょっとしかない。寝た時間から考えると7時間くらいあるはずなのだが、妙に短いのだ。ずっと早送りを続ける。その間、ベッドで寝ている俺は時折寝返りを打ったり、微妙に動いているだけで何の変化もない。動画の4分の3過ぎたあたり、つまり開始から3時間経ったあたりまで早送りしたが、何の変化もない。しかし、昨日の感覚的にこのあたりで金縛りになったんじゃないかと予想を立てて、このあたりから通常再生にする。動画開始から3時間半を過ぎたあたりで、異常が起こった。先ほど来と変わらぬ寝返りを打とうとした俺が、寝返りを打つちょうど真ん中あたりで画面が固まった。具体的に言うと、右手が空中に浮いた状態で画面がそのままになってしまった。あれ?と思って画面をよく見ると、再生自体は続いている。経過時間を表す数字も変わらず進み続けている。画面の中の俺だけが不自然に腕を空中に静止させたまま一時停止のように動かないのだ。もしかしてこれが金縛りなのか?あまりの予想してなかった展開に心臓がバクバクしている。金縛りとは脳の錯覚ではなかったのか?実際に体が硬直するものだとは思いもしなかったので、どう捉えていいのかわからないまま動画は再生を続ける。硬直してから3分、画面は変わらないままだ。と思ったが、何かおかしい。この違和感は何なのか、と疑問に感じてるうち、はっと気がついた。寝てる俺の足元の布団の中から何か黒いものが出てきている。あまりにゆっくりとした動きのため気づかなかったのだが、明らかに俺の体じゃないものが俺の足元から何か出てきている。やがて何か出てきているそれは黒い部分の他に白い部分も見え始めた。どうやら、
髪の毛と額のようだ。人の顔、人の顔が俺の足元の布団から逆さまにゆっくりと出てきている。それに気づいた瞬間、俺は心臓が飛び出そうになった。もう動画を見るのをやめよう、そう思ったが、なぜか動画を見るのをやめられない。手がガタガタ震えているのに、なぜか動画を見ることをやめてはいけないかのように、停止ボタンをクリックすることができない。体の自由が効かない。起きながらにして、金縛りに合っているかのように。ついにその顔は半分近く布団からせり出し、目が完全に見えている。その両目は全く正気がないが、カメラ越しにこっちを見てるように見える。そのうち、映像から、という金属的な音や、ピシッ、パシッ、という破裂音も聞こえ始めた。このまま見続けたらやばい。あの顔が全部出てしまったらやばい。と直感でそう感じる。やめてくれ。もう見たくない。やめてくれ。心の中で叫び続ける。動画の再生時間はもう間もなく終わりに近づいている。頼む。このまま全てが見える前に動画が終わってくれ。と念じた次の瞬間、信じられないものが画面に映った。画面の端からぬっと現れた人影が、ビデオのスイッチを押して録画を停止させたのだ。しかし、その画面に映った録画を停止させた人物は、他ならぬ、俺だった。画面に現れた俺は無表情のままカメラに手を伸ばしスイッチを押した。それを見た俺はもはや恐怖と混乱が頂点に達し、そのまま気を失ってしまった。気づいたらPC デスクに突っ伏したまま朝を迎えていたが、モニタ上のフォルダには動画ファイルと謎のファイルがそのまま残っている。夢ではなかったのだ。正直、そのファイルを再生する気には二度となれず、動画を消去した上にカメラもその後処分してしまったのだが、その日は気分が悪く、会社も休んでしまった。あの時俺が見たものは一体何だったのか。録画を停止させたのは紛れもなく俺だったが、そんな記憶はないし、だとしたら、布団で寝てたのは一体誰だったというのか。そしてあの顔は。あれ以来、俺は一度も金縛りに会ってない。